死ンの魅力を発信する死銀チャンネル。 おはようございます。こんばんは。ぎんチャンネルのヘイヘイです。このチャンネルは詩吟歴20年以上の私ヘイヘイによる詩吟というとてもマイナーな日本の伝統芸能の魅力や銀字方について分かりやすくざっくばらにお話ししていくチャンネルです。えー、皆さんいかがお過ごしでしょうか今日はあの夜に収録してるんですけれど、えー、明日から関東が、えー、大雪になるみたいでですね、えー、もうなんか一気に冷え込んでるんで、だいぶ今日は着込んで、えー、車の中で、えー、凍えながら <laughs>、えー、なんとか収録してます。まあ次 してるんでで、えー、大丈夫ですけれどそそう、えー、そうえっと今月末にですね、えー、ちょっと僕の親の方にも、えー、娘の実際の生の姿をですね、えー、ちゃんと見せてあげないとなということで今旅行を計画してるんですけれどいやー本当に、えー、子供がいるかどうかでなんか旅行の大変さが、うん、3倍4倍違うなというところで今計画してる段階ですでに心が折れそうな <laughs> 状態です。本当に本当当にに大変なんですね、えー、まあ うん、親のためにも、うん、まあ、僕のためにもですね、えー、頑張りたいなと思っております。さて、えー、今日の本題ですけれども、えっ、ー、と、そうですね、今日の本題は、 えー、口の形以外で、えー、発音を良くするための3つのポイント、えー、そういう内容でお話ししていこうと思っております、えー。昨日の配信でですね、あの質問回答という形で、ハヒフヘホのフ、フの発音について質問されたのでいろいろ回答していったんですけれども、まあ、あの今回はですね、えー、その内容をもっと 一般的な形にですね、わかりやすく整理して、えー、改めてこれはあのー、残しておいた方が良いかなと思いました。この発音を良くする。発音きれいにしましょうと、よくまあ、先生に言われるかなと思います。えー、今のあの形は良くないよとか、えー、うとかはもっと、う,ん、うが潰れてるとかですね、いろいろ言われるかと思います。で、えー、大抵ですね、十中ハック、その発音が悪い場合は、 唇の形、まあもしくは口の形だけを言われるかなと思うんですよ。僕も、僕もむしろそういうふうにしか言われたことがなかったですね。うん、本当に詩吟を20 24年間か、えー、続けてきて、発音が悪い場合に口の形しか言われたことがなかったんですけれども、うん、昨日ですね、いろいろその回答していて、 いや待てよと発音を良くするためには口の形だけじゃ足りないんじゃないかということを気づきましたので、えー、今日はそれをお話ししていきたいと思います、えー、ではまあ3つあるんですけれども、えー、1つ目はですね1つ目は口内の形、えー、口の中の形ですね口の中の形、えー、まああの発音っていうのは、まあ、あのいわゆる声ですよね 声というものは、体の中の空気をですね、口内を通って、最後は唇を通って、音として出ていくということなんですよ。なので、まあ、通過するところは、唇だけじゃなくて、えー、口の中、口内があるわけですね。だから、まあ、ここも、やはり見逃せないよな、ということです。例えば、お、おとかであればですね、おー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 、 唇が、唇が折ってなっていてもですね、えー、その中の構内を、えー、中にちゃんと縦に広げようとしていれば、おー、おーというふうにしっかりと綺麗な音ができるんですけれども、それをですね、あえてじゃあ、あの、口内は、えー、潰したような形にすると、おー、おーお、おーと、えー、なんかあの、本当に変な、変な音になるかなと思います。この、 口内の形まああの、そこも含めると、下の位置とかあ、そういうふうにも関わってくるかなと思います。えー、まああの、今回は、どれが答えだというふうに細かく言うことはできないんですけれども、その唇以外にも、ここは気をつけた方がいいよという認識で、えー、それで一つ目はこの、口内ですね。口内。えー、まあそこはまあ欠かせないかなというところです。そして、二、えー、つ目。二つ目はですね、息の使い方。 あ呼吸の使い方になります、うん、昨日ハヒフヘホのこの「フ」の発音を話した時にですねこの「フ」っていうのは特に、まあ、ハヒフヘホはとりわけまあ難しいんですけれどもこの「ボフン」と出てしまうんですね、えー、ただただ蛇口を全開にすると「ハッハッ」とか何かあのただ垂れ流しのようになるんですけどそれをあらかじめおなかの中に溜めておいてでさらに口の中でも溜めておいて出る瞬間だけ「 ポンと出すと、は、はとかですね、ふ、ふ、音にする段階で、ポンと出すと。えーまあ、えー、とかはですね、あまり音、えー、えー、とか、あー、いーうー、うん。まあ、あの、多分これは、えー かかかかとかあさとかたとさたこの母音じゃなくて子音がある音に関して関わってくるのかなと思うんですけれどもこの息の使い方発音する時にどのように息が使われているのかただ出しているのかためているのかもしくはん,なんか他の表現あるのかもしれないんですけれどもこの息の使い方あここも着目する大事なポイントかなと思います、えー、そして3つ目ですね3つ目は イメージです。イメージ。えー、本当にあの、これは抽象的な話になるんですけれども、えー、例えば、お、だ、まあ、う、うですか。う、ううえー、このうという字を、 え、うという発音をきれいに出したいときにですね、まあ、校内ができ、あ、きれいになっていて、えー、で、唇の形もちゃんとすぼめていて、で、まあ、息もやると。まあ、それで大体8割型 OK だと思うんですけれども、あなた自身がですね、きれいなうというものを出そうとしているのか、あ、ちゃんと口をすぼめて、えー うというのは、うという音がですね、唇から出ているイメージが、綺麗なうのイメージが持てているのかどうか。これがですね、口を開いたようなあのイメージを持ちながら、うー、うーってやると、多分ですね、ちょっと違うと思うんですよ。意識と、えー、実際の体、この両方がセットになって、えー、初めて綺麗な、本当に綺麗な発音になるのかなと、えー、僕は考えております。まあ、あのー、 この抽象的な話なななんんででですすけれど僕はバカにできないと思うんですよなぜならですよこの声というものは目に見えないこの空気というものをエネルギー源としてそして決して見ることのできないこの体の中を使ってそして目に見えない音として出しているわけです全部目に見えないんですよ目に見えないものをうまく扱おうとするとすればですねそれこそイメージを 使うしかないんですもう見えないものに対してはもう見えないもので、えー、形作ってそれでコントロールするとおイメージを持っていればあそれに合わせて体の方が逆に、えー、微調整してくれるというふうに、まあうん、そういうことが僕はあると思っておりますので、うん、このイメージなかなかバカにできないと思うんですね。えー、なので えまとめますと今日、えー、この発音を良くするために口の形以外で、えー、まああの気をつけた方が良い3つのポイントをお話ししました1つは口内の形、えー、2つ目は息の使い方、えー、3つ目はイメージするということですね。ぜ、えー、ぜひぜひ自分の発音が良くないないという時録音を聞いいてもうまくいかないという時にですね。えー いや校内の形どうだったかな息の使い方どうだったかなイメージできているかなとかあそういう視点で、えー、考えて、えー、反省してみるとおきっとより良くなると僕は思っております是非是非参考にしてみてくださいいや寒いですね車の中本当に寒くなってきます <laughs>、えー、よしでは、えー、後半の方を移りたいと思います、えー、今日吟じるのはでですね寒いんでちょっと 自分に熱意を持たせるためにですね。えー、吉田松陰作新潟に祝す。これあのー、調子ですね。長い詩なんですけれども、やりたいと思います。えー、新潟に祝す、吉田松陰。雪を廃止、来たって極む、北陸、北陸のほとり。日は暮れて、すなわち、回廊に向かって、遠づ。寒風立裂、肌絵を盛んと干す。曲げてこれ、人に向かって、そういうを誇る。 断じとげんとほっす放送の志をさらに父母の憂いをなす父母,子うろ父母子をうりょうること至らざるなしまさに三すべし今夜いずれの週にあるかと枕に伏し夢驚いてともしびめっせんとを干す東西来のごとく夜悠々。 古、えー、雪を払い、えー、積もった雪を踏み越えて遠い北陸の地までやってきた。日は暮れてこの新潟の海沿いの海近い宿に到着したのである。雪混じりに吹くか寒い、この寒風で寒い風は誠に激しくて、えー、肌を盛んとするばかりである。 しかし人に対しては寒さなど意に介しないかのようにこの大旅行を誇るのである断じたるものこの遠遊の願望を成し遂げようと思うのだが故郷では両親が自分のことについて心を痛めているに違いない親の子を思う心はあれこれと考えて思いつかないことはないものだと聞いているさぞかし今宵はどこにいるのだろうかといろいろと考えていることであろう あれを思いこれを思って夢から覚めればはや灯火も消えようとする真夜中であるしかし郊外から聞こえる雷のような波の音は私の心など知らぬげに夜の深みとともにいつ終わるともなく続くのである、えー、本当にあの長いんですけれどもね、えー、この勢いのある、えー、この激しい感じから始まりつつ最後夢の中といいますかうんなんか静かな感じに終わるんですよね。 うん本当に場面がどん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 と切り替わっていくということ。あと今日からの明日雪降るみたいなんですね。えー、雪を排しきたって極むという今のうちに心の準備しようかなと。そして北陸のほとり、僕も北陸出身ですから、うん、なんかあのいろいろとこれはちょっと縁があるなということで <laughs>、えー、ただそれだけの理由で選ばさせていただきました。まあ,あのちょっと長いし激しいんですけれども、えー、頑張ってですね、えー、吟じていきたいと思います。 新潟に祝す、吉田松陰。雪を廃止、来たって極む、北陸 をさかんとす曲げてこれ人に向かって。 幼志う境らに父母の腕を。 なすん。

召せんと発すとうせい <laughs> you are 頑張りました <laughs> 頑張りましたねこれはもうあのずっと丹田ンンギュッとやり続けてるとですねあのなんかもう熱くなってくるんですよねタンデンが熱くなってくるんですもちろんあの頭もちょっとあの汗をかいてきてうんそうですねでもやっぱりうーん7割ぐらいですかねなんかあともう3割ぐらいがちょっと途中途中気が抜けて丹田ンンも若干緩んでるなとかうん感じながら。 あとは、うんそう、声にちゃんと自分の心を持ってるかどうかそういう意識もですねやっぱ結構途切れ途切れになってはしまうんですけれど。うん まあ、あの、楽しく演じれたかな、と。<laughs> この場面、場面がですね、どん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 切り替わっていく感じ。この特に父母、こう,う、売りょうること、至らざるなし。えー、ここのなんか、あの、急に、えー、俺はやってやんぞという気持ちからですね、えー、急になんかあの、しんみりとした、うん、感じに変わるんですよね。で、最後、ともしび、メッセントホース、統制、雷のお得、夜悠々。うん、このあたりがですね、なんと表現したら良いものか。うん、 ふるさとも思いつつ、えー、でも自分も成し遂げたい気持ちもありつつそしてこの険しい吹雪の中ですね、えー、自分は今もう何を、えー、思っているのかあーなんかいろんな熱い思いがですねもうとぐろを巻いて、えー、それでいてでも周りはもう静かなんですよね、えー、そして、えー、もう夜が過ぎ,過ぎ去っていくという,う,いう、うん、全然もうなんて表現したのか,かよくわかんないですね。<laughs> えなんですけど、本当にあの、ま、調子は結構銀じるの本当にま、大変だとは思うんですけれども、うんと、そうですね、一周回ってというか、結構あの、最近楽しいんですよ <laughs>。ということで、えー、今日はここら辺にしたいかなと思います。あとあの、昨日からあの、俺は連絡してるんですけれども、えー、死銀の無料公開アドバイスですね。えー、こちら。 えー、一、うん二月今二月か。二月十五日まで、えー、また募集しておりますので、えー、二回目の方もお募集しております。えー、なので、まあ、このタイミングを機に、うん、3月からですね、えー、と、有料のチャンネルの中で、えー、やっていこうかなと思いますので、無料でできるタイミング、えー、貴重なので、えー、よければ、どしどし応募お待ちしております。えー、では今日は以上となります。詩ギンのミルクを発信するシギンチャンネルどうもありがとうございました。バイバイ